おはようございます。速稼塾の久保でございます。いや今日もねやれやれなことが起きましたぜ。やれやれだぜ。何かというとね、オリンピックのことをまたね前回もお話したんですけども、オリンピックっていうのはだいたいチケット代とかね入場料で4000億円から5000億円集まるそうですよね。要するにこれがオリンピックの東京オリンピック2020年の売り上げなんですよ。で経費が3兆円というね、当初はですねそんなにかかって3000億円くらいでいくんじゃないかって言われたんですけども、どん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 膨らんで今や3兆円オーバーですよ。さらにここにプラスアルファの予算が計上されるということでございますんで、最終的には3兆5000億円とかになっちゃうんではないかなと思いますよね。その3兆5000億円一体どこに消えてるのかというと、まあ大会に関わる役員さんのね高額報酬ですね。要するに役員さんが儲けるためにやってるのが一つ、もう一つはですね企業ですね。このオリンピックにいろんな企業が広告をドバッと出します。その広告によって売り上げる。それがですね、まあこの3兆円に、まあ、関わってくるわけなんですよね。まあね、オリンピックってのは何のため、誰のため、国民のため、人類のため、いやいやいや、やっぱり企業統治体なんですよね。もう、寂しいですね。やれやれだぜってことですけども、まあそれとは関係なく、選手たちっていうのはもう奮闘してですね、命をかけて戦ってくださるわけなんですよ。今日紹介するのはですね、日本ではあんまり馴染みがないと思いますけども、陸上ホッケーというものです。日本ではサッカーとかね、それからまあ最近でしたらラグビーとか、それから野球とか、こういうのがまあメジャーなんですけども、オリンピックといってもね、なかなかどんな競技があるのかなと、長距離かなとか、それとも短距離かなと、走り幅跳びかなみたいなことですけども、違うんですよ。実は世界的にものすごくインパクトを与えている競技っていうのは、この陸上ホッケーなんですよね。日本の陸上ホッケーっていうのは結構ね、強いわけなんですよ。この陸上ホッケーにもうちょっと脚光が浴びてほしいなと思っている私なんですけども、なんとですね、速稼塾の塾生さんの中にもこの陸上ホッケーの名プレイヤーがいるわけですね。今日はですねこの中村浩二さん、まあ通称ジーコと言っているんですけども、ね、そのジーコさんのちょっと動画をこの後紹介したいと思いますので、YouTube をご覧の方は動画説明欄からねジーコさんの華麗な陸上ホッケーさばきを見てください。きっとですね、陸上ホッケーむちゃくちゃ興味が出ると思います。私もね、陸上ホッケー今年はですね、いろいろと試合に行ってみたいと思いますんで、そちらの方でも皆さんとお会いしましょう。それでは本日も行ってらっしゃい。はい、ちょっと補足しますけども、このジーコ選手ね、今では起業して、で、奥さんもね、いらっしゃって、この前入籍したところなんですよね。いや、びっくりしましたね。彼がね、いきなりね、電撃結婚と電撃起業したわけなんですよ。当然、速稼塾の私としても起業にむちゃくちゃ力を貸したいなと思うのと同時に、この動画見てる方もね、ジーコさん知ってる方もいらっしゃると思うんですよ。ね、バランスボールオフ会をはじめ、ご一緒されたと思うんですよね。まあ、そこでですね、もう一つでも多く協力していただきたい。まずはチャンネル登録をしてほしいんですよ。それからジーコ選手のこのね Facebook グループもありますので、そちらの方にもご参加いただきたいかなと思います。このねジーコ君、ジーコ選手、ジーコ選手と言っていいのかどうか、ジーコと呼ばせてもらいますね。これからねジーコね、陸上ホッケーで体を鍛える、もしくは健康を作っていく、精神的な強さを作っていく、この3本柱ぐらいで活動してくれると思うんですよ。かなり注目ですんでね、精神的にタフになりたいなと思う方、この陸上ホッケーで鍛えた精神力、これを学んでみたいと思いますし、陸上ホッケーで鍛えた、もちろんアスリートとしての体作りもあるんですけども、健康ですよね。そこまでハードなトレーニングしなくても大丈夫です。健康な体作りが健康な精神にもつながるし、健康な精神が健康な体作りもつながると思いますし、ひいてはビジネスや投資活動をね、人間関係円滑にすると思うんですよ。ぜひそちらの方も合わせてご覧いただければと思います。それでは動画説明欄の方からですね、ジーコの、もうそのね、ご挨拶を皆さん聞いていただきたいと思います。どうぞ。